食べ物の恨みは怖いんだぜ。キラ、踏み切りだ。ダーンダーン。俺の車輪ドリル受けてみろ、バイキンマン。車輪ドリル。ダーン。ああ、腹減った。腹が空いて動けねえし。ん？くんくんくん。くんくんくん。これは、この匂いは、焼きたてのパンの匂い。行ってみよう。おお、いい匂いはこっからか。いらっしゃいませ。まあ、リセブンさんじゃないですか。あ、あれ？リカちゃん、どうしたの？パン屋さんでアルバイトをしているんです。パン、いかがですか？美味しいですよ。はあ、お腹ペコペコなんだが、戦闘中はお金を持っていないんだ。そうなんですね。でも、とってもお腹がついて、つらそう。あ、そうだわ。ん？なんだ？少しの間、パン屋さんをお手伝いしてもらえませんか？アルバイト代は、パンってことで。いいのか、リカちゃん。ええ、実は店長に買い出しを頼まれていたので、助かります。おっしゃー！そんなの全くもって簡単だぜ。それじゃあ、30分ほど店番をよろしくお願いしますね。行ってきまーす。たったの30分か。これなら楽勝だな。こんにちは。パンをくださーい。お、ハヤトじゃねえか。いらっしゃーい。なんでツラヌキがいるの？少しの間、リカちゃんに頼まれてバイトしているんだ。ハヤトはどのパンが好きなんだ？僕はいつもアンパンマンのパンとメロンパンナちゃんのパンを買うんだよ。とっても美味しいんだ。そうか、アンパンマンのパンとメロンパンナちゃんのパンだな。はいはい、お金。それじゃあ貫き、ありがとう。ありがとうございました。こんにちは、リカちゃん。今日も来たよ。あ、来たじゃねえか。いらっしゃーい。リカちゃんじゃないの？なんで貫きが。リカちゃんに頼まれて30分だけバイトしてるんだ。なんだ。話は読めた。どうせ腹が減って、バイト代の代わりにパンでも一個もらう気だろう。すげえな、秋田。まったくもってその通りだ。そんなことだろうと思った。それじゃあパンをもらおう。今日はバイキンマンのパンとドキンちゃんのパンを頼む。はいよ。バイキンマンのパンとドキンちゃんのパンだな。ちょっと待て！待て！E6、俺がそのパンを買いに来たんだぞ。渡すものか！ダダーン！ダダーン！パンをよこせ、ダダーン、ダーン。何？俺が先に買いに来たんだ。それは無理だな。確かに、自分の名前がついたパンが食べてえかもしれねえが、秋田が先だったからな。くぅー、悔しい。ガランダン、このパン屋をむちゃくちゃにしろー。ダダーン、ダダーン、ダーン。何をするんだ、バイキンマン。食べ物を粗末にするなんて絶対に許さねえ。しかも俺のバイト代のパンまだもらってないんだぞ。行くぞ、貫き。おお、来た。食べ物の恨みは怖いんだぜ。踏み切りだ、踏み切りだ。ダーンダーン。俺の車輪ドリル受けてみろ、バイキンマン。車輪ドリル。行くぞ、ガランダン。ただいま、イーセブンさん。ありがとう。
店がぐっちゃぐっちゃになっちまって。貫きのせいじゃないんだ。俺からも謝るよ。きっと何か事件が起きたのね。それじゃあ二人とも片付けを手伝ってください。早くお店を再開しなくっちゃ。おうよ、俺に任せておけ。ありがとう、リカちゃん。許してくれて。やっぱり素敵な女の子だ。こうしてお店が普及し、パン屋さんは元通り。あれ、貫きくんはちゃんとバイト代のパンを食べることができたのかな。おしまい。